場内、嵐の前の静けさか。両選手がコーナーに分かれています。内山か三浦か、どちらの拳が相手を貫くのか。WBA 世界スーパーフライ級タイトルマッチ、今第1ラウンド開始のゴングが鳴りました。向こうが顔が見えているサウスポースタイルがチャレンジャーの三浦隆、これが世界初挑戦です。そして今顔が見えている向こう側、褐色の体、これが今回3度目の防衛戦を迎えていますチャンピオンの内山隆です。内山は右構えオーソドックススタイル、そしてサウスポー三浦隆との対戦です。序盤まずはお互いが距離測る左から右。さあ解説の大橋さん、はい、これは楽しみですね。そうですね、両選手ともこの一発で、はい、この転換と効かせるパンチ持ってますから、本当に目が離せないですよね。そうですね、チャンピオンの内山、はい、ここまでの防衛街道素晴らしい内容で結果も出してきてますからね。そうですね、まあ、この立ち上がりですね、はい、内山選手この左ジャブですね、はい、サウスポーに対して出しにくいと思うんですけど、はい、左ジャブうまく打ってますね、はい、内側から差し込むような左、この低い指に入りました。内山はこの左から攻めて、この右ボディ持っていく、あ、左、ナイス、左カウンターですね今ね、はい、徳山さん、はい、徳山さんには前回も放送席からご覧になっていただいてましたけれども、はい、この出だしチャンピオンいかがですか。そう、 うまいこと身長差を生かしてね、もうほんでサウスポー対サウスポーの基本通りのボクシングしてると思います。どういったあたりですか。あの前足のポジションですね、はい、この左、はい、はい、ポジショニングをうまいこと取っていると思います。はい、この左また内山のジャブが当たっていきます。一つの今日のポイントは、内山にとってプロでまだ2戦目のサウスポーとの対戦ということなんですけども、西岡さん、はい、西岡さんから見て、はい、サウスポーの今の三浦の出だし、それに対応する内山、どんな風に見えますか。サウスポーとの対戦はやっぱ少ないと思うんですけど、はい、あのうまくジャブを内側から当てていますね、はい、今のように内側から当てるジャブ、そしてフック気味に入るパンチと対応してますね。入ってきたところ左フックですね、はい、この右三浦も右を出していきます。実際内山はこの試合に対してリードブロー、前の手の差し合いが鍵になるんじゃないか、そういう話をしている。右大きく振っていく、また左、このジャブいいですね。じわじわっと内山が距離を詰めながらジャブ、ナイスジャブ、これもガードの内側から入るようなジャブになっています。また上、またこの左だ。悪いパンチに見えるんですけど、もう三浦選手の右の顔面がね、はい、なくなってますからね。そうですね、腫れてきてます、はい、右上、思い切って入っていった三浦です。内山はまだ表情落ち着いている。三浦はその前に当たる左、内山が左入っていく、このボリに来るところ左フック、入り際のカウンターも内山この第1ラウンドから出ています。また左、内山の左が伸びてくる、この左が本当に三浦選手邪魔になってますね、これね、戦いにくそうですよね今ね。ナイス、この右ナイスというポイント、三浦も左を返した、お互いのパンチが入っています。まあこのテクニック、身長差、リーチ差、はい、みんな内山上だと思うんですけど、はい、それを一発でひっくり返す、はい、三浦パワーありますよね。さあ、楽しみなその予感を思います。さあ、このボクシングの真剣勝負、このあたりも陣内さんにこの後お伺いしていきたいと思います。第2ラウンドが始まりました。第1ラウンド、また左だ、この内山の左を三浦が攻略できるかどうか、大橋さん、大きな鍵になりそうですね。ただね、左ばっかり気にすると、はい、今の左の右が来るんですね、このパンチもで怖いパンチですから、はい、三浦選手も本当に今ちょっとね、どう戦おうか、ちょっと今焦ってる感じがありますね、はい、はい、この右だ、こういったあたりですね。体を振りながら左、今度は左フックですからね、また左、一つ一つに徳山さんからナイスという声がかかる、そんな素晴らしい今の内山の出だしです。もうリーチの差をもろに生かしてますね、さらにあのステップインしながら打ってるんで、はい、あの三浦選手からしたらずいぶん遠くから来てると思います、自分のパンチ当たらないところから、はい、でももらっちゃうんでね、はい、だいぶ焦りを感じてると思います、はい、斉藤さん、はい、そのチャンピオンサイドですけども、はい、非常にいい出だしをしているとやはり陣営は見ていますね、はい、ただ怖いのは奇襲戦法、これにはしっかり気をつけていこうというようなことです、はい、なるほど。斉藤さん、続けてチャレンジャーサイドですけども、はい、合わせの左は非常に可能性感じる、いいね、ただちょっとやっぱりジャブをもらいすぎているので払いたいなと言っていました、ね、なるほど。今日の赤コーナー内山サイドは島田博アナウンサー、青コーナー三浦サイドは中川聡アナウンサーです。大橋さん、はい、やはり三浦サイドとしてはジャブをもらいすぎているので、まあ、払いたいなという今表現がありました。そうですね、はい、左ジャブが、はい、やっぱ当たりますと、はい、そのもう
ペース取れますからね、もうやりたいことできるんで、はい、内山選手は今もその状況に今もうすでにもうそのペース握ってますよ ね、はい、今ね、はい、やはり青コーナーの三浦陣営としても序盤からこの内山のペースにはするとなかなか引き戻せないと、そこを一発当ててチャンスをつかみたいという話をしていました。ですからあの内山選手の左ジャブに左ストレートが右フック合わせる、はい、こういった工夫がちょっとね必要ですね、はいはい、あの右フックも大橋さん力ありますよね三浦のパンチ、ね、まあね、当たらなくても、はい、こういうパンチ、こういうパンチあるなって見せれば、はい、内山選手そう簡単にはこの、ね、左出せなくなりますから、はい、低い体勢ボールに打っていきます内山です。三浦も一発のパンチがあります。その一発当たれば一気に形勢逆転あるいは倒せる、そんなパンチを持っています。また左、左ジャブ相手がサウスポーだったら普通ここまでジャブ当てにくいですけどね、うまい具合に当てますね。この右チャンピオンノリに乗ってますからね今。右大きく振っていく、おお場内からどよめきが出ます。まあ今はもうダウンを狙うパンチですよね今のね、はい、まあね、空振りさせただけで場内を沸かせられる選手って、はい、あんまりいないと思うんですよ、確かに、はい、また右をコツンと当てました内山です。顔が見えています。左ストレート、三浦の左が当たります。いやーこの辺りやはり三浦にも非常に恐怖感を相手に与えるパンチがあります。ワンツー、ワンツーが当たったところで内山のパンチ、第2ラウンド終了です。コーナーの内山落ち着いています。しかしこの内山を捉える三浦のパンチも第2ラウンドありました。一発のパンチ、それも致命傷になりかねません。内山としても全く気は抜けません。いやー大橋さん、はい、まあ、いつも通りですけれども内山はまあ落ち着いていますね。そうですね、まあ、この今ね打たれた時でもね冷静にすぐ左を返してますから、はいはい、いつもの内山ですね、はい。しかし三浦のパンチもこれはしっかり捉えてますからね。そうですね、はい、三浦選手はこの左ストレート右フックですね、はい、この2つのパンチは本当にすごい力ありますからね、ちょっと顔面は赤みが増していますが三浦隆、しかしいつでも一発当たれば変えられるパンチがあります。第3ラウンドスーツ小走りにリング中央へ駆け寄っていきました三浦隆。そこに左のジャブが内山のパンチが当たります。左フック、三浦のパンチがちょっと遅れている。西岡さんから見て、はい、サウスポーから見たこの今の内山の戦いぶりというのはどんな風に見えるんですか。オーソドックスでこれだけジャブをうまく使う選手はなかなかいないんですけどね、三浦は やはりやりにくさを感じながらもいいプレッシャーかかってますね、はい、三浦が局面を打開するにはどういったことが必要でしょうか。このままプレッシャーをかけ続けて、はい、あのジャブをかいくぐってボディから顔面に返す、はい、今のような攻撃ですね。やはり入って、ああ多彩のバッチラ、中に勇気を持って入っていくってことでしょうかね。そうですね、リーチは内山選手の方があるので、はい、内山、はい、あー目切った、あー内山は目切りました今、あー今頭が当たりました、頭が当たりました。今一旦レフリーが試合を止めてドクターに見せます。右の目の眉の下あたりでしょうか、ゴツッという音がしました。今ね、お互いにアッパーをねボディ打った時にこの、はい、当たったと思いますけどね、はい、まあ、内山は過去にもカットした経験はありますがここしばらくはありませんでした。内山の右の眉の下から今鮮血が流れています。さあこれで局面があるいは変わるのか、また左のジャブだ。斉藤さん、はい、コミッションドクターですけども、ね、はい、2センチくらいの傷で、はい、浅いと、まだ全然深くないというようなことです、はい、そうですか、傷の深さはそれほど深くはないということのようです。アナウンサーからの情報が入りました。この傷です、それほど大量に流れてくる感じはありません。右のボディ、すごい、おー右、右、左から右、一体この3ラウンドまでで放送席から何度ナイスという声がかかったか、また直接の右、左ダブル、出血をしてもしかし内山の勢いは止まりません。この展開ですと、はい、三浦選手も相打ちに狙うしかないですよね、はい、ちょっとスピードとリーチが違うんで、はいはい、実際に6つ目ですね、はい、ここが今のね、そうですね、実際に三浦陣営横浜光ゲームの石井会長代行からも相打ち覚悟と、そんなような言葉もありました。
内山選手はパンチばかりに注目されていますけど、はい、うまさも持ち合わせていますね。これがあります、試合は分からないぞ、また左が当たった、左が当たった、クリンチしたんですね。一旦スリップ、一旦スリップ、なんと内山が第3ラウンド攻勢に出ていた試合の中でいきなりのダウンを置きました。さあ接近戦でも三浦がパンチを出す、形勢が変わるのか、内山チャンピオンがダウンだ。また三浦が左を振っていく、こちら右だ、内山効いてますね、はい、内山効いてますか、はい、効いてますか、はい、第3ラウンドのこれが少なくなる、まさか内山チャンピオンが先にダウンを奪われました。このから危ない危ない、左だ、内山も行く、内山も行きます。さあこの試合分からないと、第3ラウンドなんとチャンピオン内山が先にダウンを奪われました。三浦が間違えてますか、ちょっと、はい、第3ラウンド完全に劣勢だったチャレンジャー三浦のこの左ストレート、一発で内山を倒しました。まずダウンを奪われたのはチャンピオンの内山です。さあこの後試合全く分かりません。強烈な左ストレート、この一発があります。さあ分からない、場内ボルテージが上がってきます。三浦選手も勝負かけてきますね、迎え撃つ内山、また細かいパンチを打っていきます。右のショートアッパーもありました。このラウンドは面白いラウンドになると思いますよ、これ、西岡さんから見て今の内山選手の心境どんな風に見えますか。今まだ足が効いてますよ、まだまだ効いてますか、はい、まあ、チャンスですね三浦選手。内山まだ本来の自分の形に戻らないか。さあそこを三浦が叩き込むのか。さあ体を振りながら三浦が様子を伺う。内山右、内山が右を出したときに相手の左怖いぞ。三浦選手止まっちゃいました。右方すごい、引いてる。さあ今度は形勢逆転か。迫力ある打ち合いですね、内山もしかし勝負かけんならここですね。三浦選手は三浦勝負にいけるか。じわじわと前に出るボディに持っていく。三浦もねここでダメージ与えられないと、はい、立ち直らしちゃうと、はい、ちょっと厳しいですよね。内山の右、すり足のように前に出ていく三浦、今度は右のボディ、内山の右のボディが三浦の体を襲います。ただ今ね距離的にはこの危ない距離になってますね、内山にとって。はい、はい、内山にとっては危ない距離、はい、危ない距離になってますこれ。また左、いきなりストレート、三浦のパンチが当たります。勝負するならこのラウンドですね三浦選手。さあ勝負にいけるか三浦、そこを内山がまた自分のペースに持っていけるのか。内山選手すごい今プレッシャー感じてますね。そうですか、はい、カノクレス三浦多くは当たりません、ね、はい、復活にあの左ジャブ出せなくなってますよね。あ、出すと右フック左ストレートも合わせてます、はい、右、内山の右、おお、三浦の左怖いですね。先ほどのラウンドでダウンを取った左ストレート、今度は右フック、右フック、お互いのパンチが交錯します。またガードを高く構え直して左から右、左のガードを引き寄せていた。素晴らしい試合ですね、はい、おっと、これですね、カウンターに来る、このパンチ狙ってきてますね、これはあの内山陣営も左に合わせる右フックは十分警戒はしているんですが、また左、これ左ボディ、まあ、先ほどの倒された左スレッドばっかりちょっとね警戒している時だったと思うんですが、はい、ここまだね右フックですね、三浦が狙ってますね今ね、これ狙われてますね、この右です、この右です、内山も右を返す。こういう状況の中でも内山選手はパンチを当てるのが上手いですね、はい、今も当てる、聞いたか、画面取られた、はい、さあ内山のパンチも画面を捉え出している。火の出るような攻防です。第4ラウンド終了です。大ごとにチャンピオンになってから強くなってきたじゃないですか、はい、こんな落とし穴があるなんて思いませんでしたね。しかしまたここから盛り返す力がチャンピオンにはあるかもしれません。注目しましょう。第5ラウンド試合は中盤に入っていきます。
まあ、ダウン、はい、ちょっとですね、この内山選手の表情ですね、こういった表情僕ね初めて見ますね、はい、ちょっとまあダウンもしてちょっと焦りというのはありますよね今ね。そもそも世界選手試合はほとんど自分のペースのまま全部試合を進めてるんですよね、はい、今までは。さあ先にダウンを奪われました。ビーこのボディーだ。さあ場内が一旦静けてが戻る。場内に場内の目がこのリング上に集中しました。左ジャブです。内山のパンチはまだキレがあります。内山軽く体を振りながら、先ほど危ない距離というのがありました、今どうですか若さん。今このまた左ジャブがいいですし、はい、左ジャブが当たってきますから、はい、また内山選手の、自分の距離になってますよね、はいはい、今うまくスウェーバックで三浦のパンチを避けました。入ってきましたね斉藤さん、はい、確かにね、おっと右だ、はい、チャンピオンサイドが、ね、徐々にペースは取り戻していっていると、はい、ただし打ち終わりだけを気をつけていこうと、そうすれば自分のペースに完全に戻せる、そう話しています、はい、なるほど。打ち終わり確かに怖い三浦のカウンターがあります。明るく足を使おうかという、潜っていこうという三浦。斉藤さん、はい、チャレンジャー陣営ですね、ボクシングすると内山がうまいからもう少し手を出していこう、カウンターには気をつけろと指示されています。あー、リフト、イエス、いやー、リフト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 、リフ、でもチャンピオンも気強い。いや三浦のパンチ当たっています。内山の画面取れています。内山効いてますよ。効いてますか。効いてます。やっぱり内山ロープ詰められた時がちょっと危ないですね。なるほど、ま、はい、っすぐ下がってしまいますね。やるばりここで三浦の打ち返す、足に力入ってないですよ、うん、あそう内山が本来の調子に戻っていない。またダメージを負っています。体勢の三浦に対して右を入っていった。また左のジャブ。さあ内山がペースを取り戻すのか、三浦が自分のパワーで押していくのか。左のジャブ伸びてくる。イエーイ、ブロック忘れたよ、ブロック忘れたよ。これ左だ、三浦の左怖い。左ボディ、そうだ、ブロック忘れない。内山左ボディ、ナイスボディ、ジャブからボディ。内山選手もね、はい、ボディ打つのちょっと怖いと思いますよこれ、はい、ボディ打つ時に、はい、左ストレート合わされたら、はい、これ大変なことになりますからね、はい、自分が左ボディ打った時にちょっと右側、ね、危ないと思いますね。ナイスボディ、はい、だから無理、はい、にボディは左の方に打たない方がいいと思いますね。今度はジャブの連続です。まだジャブ、このジャブうまいですね、このうまいジャブでペースをつかもうというのか。第5ラウンド、しかしこのラウンドはあっと三浦が左を伸ばしましたが、これはうまく距離を保っています。内山がちょっとペースを戻せるか。しかし序盤に三浦のパンチ当たっていました。白身の攻防、第5ラウンド終了です。12回戦前半最後の第6ラウンドです。先に立った内山、後からスッと小走りに行った三浦。どちらのパンチが相手を沈めるのか。12ラウンドまで行くことはちょっと今は考えられない。ナイスこのボディだ。さあどのぐらい内山は自分のその体が戻っているか。内山このジャブ続けたいですね、やはりこのジャブが続いていると三浦としても厄介ですか。いやいや、もう入れないですよこのジャブが続くと。細かく出していきます。このいい左アッパー、そのジャブ対策してきましたね。頭振って、中に中に気迫がそうです。三浦選手内山選手ちょっと、はい、打った後すごくガードが下がるのはちょっと目につくので、あそうですか、打ち割りちょっと気をつけたいですね。先ほどラウンドからのリポートにもありましたけども、その打ち終わりがちょっとそのマネピンチを招いている。そうですね、ですね、逆に三浦選手はそこついていくべきですね、はいはい、頭から入るような形になりました三浦です。レフリーの島川から今注意が与えられました。さあガードをもう一回高く上げようという向こう側顔が見えている内山。三浦が右のフックを振っていく。ちょっとフェイントを入れるか。内山宣言されコーバー右。内山はいきなり右を打ってくる。さあ先ほどは一発の左ストレートでダウンを取ったのがチャレンジャーの三浦。しかし内山も一発入れたらここまで走り一気にフィニッシュに持っていく、その力があります。いつ終わっても全く不思議ではないこの攻防です。今内山選手いいパンチ当たったんですけど、すぐ三浦も左アッパーのボディですね、はい、返してきますので、まあ、お互い譲らないですね今ね。このジャブ厄介ですね三浦にとっては。ミルボディ、はい、おっとちょっと三浦が下がったか。ボディ効いてきたんですね、はい、西岡さん、はい、内山はどうでしょう、戻ってますかね足。
少し冷静さを取り戻して、ジャブも右も当たってますね。そういう意味では三浦はまたその内山のペースを戻させないような展開が必要です。いやいやいや、右から左ワンツーいきました。チャレンジャーの三浦、左バリー、これ左フック、危ない、大きく振る左、おお、大橋さんから危ないという声が漏れました。いや、スリリングですね、はい、フック、左右のフックです。内山はこの、ね、くっついたとクリンチギアですよね、はい、クリンチギア危ないですね、油断すると、はい、三浦がスパイを振ってきますね。右のボディ、内山のパンチがボディをえぐる、右のフック、三浦もしかし手が止まりません。左のボディ、おーという声が放送席から漏れます。三浦のボディも重いボディですよね。左、ジャブが当たったところ三浦も入ってきます。また途中カットした内山の傷から入り、はい、前打ち、三浦が今、はい、ボディに顔面を当たりました。内山です。両者だ、人間ってのは強いですからね、はい、まあ、その点のいいところが今三浦出てますね、はい、お互いの気持ちのぶつかり合い、これからも注目です。さあ勝負は後半第7ラウンドに入ります。さあどちらが気持ちで技術でパワーで相手を上回るのか。危ない、この距離危ないですよ、はい、あ、サイドから左右のフックだ、ガードを固める、はい、このラウンド三浦のプレッシャーが強まってますね、はい、強いですねこのプレッシャー、うん、前半でも西岡さんからプレッシャーを内山が感じているという話がありましたけれども、はい、やはりリング上で相対するとこう外から見えないものがあるんでしょうかね。このラウンドはもう序盤よりより一層プレッシャーを強めてますね。先ほどの、はい、実際陣営からはですね、はい、ここで開き直ってピッチ上げて打ち合っていこうという指示が出てますね、なるほど、打ち合っていけという指示が出た後のコラナーと入ってくるところカウンターです、はい、内山選手が、ね、ガード低いのはちょっとね気になるんですね。三浦選手もあのジャブもらい続けてるからだんだん目も腫れてきましたね、大橋さん、はい、先ほどもお話があった内山が左のボディを打った後ありますね、怖いですね。そうですね、またこれ一緒にこれそのボディ打った時に左をこれ相打ちにされたら怖いですよね、はい、ジャブ3発、ただもう三浦選手その覚悟で来てますからね、はい、しかし西岡さん、はい、内山のジャブはうまいですね。このプレッシャーを感じている中で、はい、確実にでもパンチを当ててますね、はい、内山選手は。斉藤さん、はい、今ドクターのチェック入りますけども、はい、陣営もねちょっと目見にくくなってるかもしれないなというような声ありましたね。そうですか、途中3ラウンド偶然のバッティングで右目の上をカットしました。ちょっとまたそこから血が流れているところを1回ドクターがチェックしました。試合再開です。また血は流れている。三浦がスーッと前に出る。右のジャブ入っていくところ内山の頭が下がります。目をちょっと気にしている感じがあります。チャンピオンの内山です。陽気打ってくる。左振る。三浦が思いっきり入ってきます。第7ラウンドに入ったら左ボディ、まだ右目の上の鮮血流れているのが分かります。三浦の方は内山のジャブを序盤から受け続けてかなり目の周りは腫れています。大橋さん、お、三浦の右の目のあたりの腫れ方もすごいですよね。そうですね、この左ジャブなんですけど、あ、左だ、もうダメージ与える左ストレートですよね、はいはい、ストレートに匹敵する内山の左ジャブ、それも当たっています。このジャブはいいですね。また左入ってこようとするところをスカイボーをするかのような内山のジャブです。左ボディ、おー、これを左合わせる。いい打ちですね、やはりその内山選手、はい、出血ですね、はい、だいぶやりづらそうですよね、はい、左、はい、三浦の顔がのくどった。また左、逆にね、三浦選手はこれチャンスなんですよ今、はいはい、すごくその目が入って血が目に入って、はい、戦いづらそうに表情出してるんで、はい、三浦選手こうねついていかないと、はい、そうですね、はい、おー、また入り際左を振っていった。また入ってくるところ左のショート内山がしかし下がりながらの攻防になっている。三浦が前に出る。一旦レフリーが分ける。ここで第7ラウンド終了のゴングです。いやー、激しい攻防が全ラウンドで続いています。チャレンジャーの三浦、右の目の上かなり腫れています。それを今インターバルで冷やしています。3ラウンドにこの三浦が劣勢の中、チャンピオン内山からこの左ストレートダウンを取りました。大橋さん、はい、
このダウンの後のダメージっていうのはどうなんでしょうね。ちょっとまだダメージは残ってる感じはしますね。それだけ強いパンチ。そうですね、はい。まあ、本当にね、3ラウンドですね、偶然のバッティングで目を切ってから、はい、そこから試合の流れがガラッと変わりましたね。そうですね、はい、ややちょっと心配そうな表情にも見える内山、ここまでプロ16戦無敗 13KO、 三浦もしかし20勝のうち 16KO、 高い KO 率を誇るこの両者の対決です。第8ラウンドに入ります。さあどちらがこの後また主導権を握るのか。内山の左のジャブあるいは左のフック、三浦は右のフックかあるいは左のストレートか。三浦選手の右目はもう内山選手のジャブでも塞がってますね。もうまぶたが大きく腫れてますね。あるいはこれがその後の攻防に効いてくるか。お激しく腫れています。デリバリー、おー左来たか、左、いやー打った後が怖い内山です。三浦選手も一発入魂です ね、 ですね、はい、体をつけたあたりの距離ですね。離れ際ですね、はい、左でダブル。斉藤さん、はい、チャンピオンサイドはやはり三浦の、ね、目が見えてないというのをもう見切ってますね。そのために、はい、はい、どうぞ。左の方に回り込んでいこうというような指示出していますね、はい、やはりその相手の状態を見ての攻防を考えていますが、今逆になっている左フック迎え撃った形。三浦が接近して構わず手を止めません。やはり大橋さん、はい、内山陣営としてもその相手の目の状態を見てのこの後の展開を考えているようですが。そうですね、まあ、あのセコンドの指示通り、はい、もうね、左側に回って、今ねちょっと違いますけど、はい、先ほどね左側にうまく回って、三浦選手もね、はい、見えないタイミングで戦ってましたね、はい、内山としてはいわゆる今のこの逆の時計回りに回りたいということになるわけですね、はいはい、内山の左のジャブです。場内から両選手に大きな歓声がかかる。このタイミングから今度内山左フックですね、はいはい、強い左フック顔面に打てば、はい、必ず当たると思いますね。ジャブジャブの後に左フックですね、はい、さあ内山何を出るか、左ボディのボディです。徳山さん、はい、どうでしょう、ちょっと三浦の手数が減ってきました。ちょっと減ってきて、それはもう右目があんだけ腫れちゃったら、腫れちゃったら、はい、見えにくいと思います。あ、またちょっとさっきよりも腫れましたね、なんか、はい、左から右、内山の右、ちょっと三浦の手数が減ってきた。ダウンを序盤で取ったのはチャレンジャーの三浦。あ、まあ、左効いてますね、左ですね、左も見えないですね、左効く、また来た、あ、効いた、また左。しかし三浦もどんな劣勢でも一発当たりは倒せるパンチがあります。ただね、三浦ね、相打ち狙ってるんで、はい、内山選手の部活にはいけないですよね、まだね、はい、わ、さあジャブ中心の展開になっている内山です。大橋さん、左はもうあまりボディは先ほどまでよりは打ってませんね。そうですね、はい、左足、さあ内山が、三浦選手の右目がもう完全に塞がりましたね。もう見えてないと思うんですね、見えてないですね、これレフェリーストップもありえますね。さあ内山が、しかしボディを放ってます三浦、そこに左のフック、激しく腫れている右目、しかしそれでもパンチを出します。ちょっとドクターチェック入りますね、はい、激しい攻防を続けている両者。その間三浦はインターバルで反対側のコーナーに行こうとしたシーンが何度もあります、はい、あ、内山選手のお母さんの桃代さんです、はい、これまでの世界戦とはおそらくこの試合を見守る心境全く違うものになっていると思います。これまでの参戦はほとんど自分のペースで試合を進めていました。あ、危険するかもしれないですね。あ、ちょっと今三浦のサイドが目の状態を見てレフリーに一回お話をしました。ドクターチェックを要請したのか、はい、危険を申し出ているのかもしれませんね。今ドクターが三浦の方のコーナーに向かいます。セコンド陣からレフリーを通じて今ドクターが向かいました。顎を引いて気をつけたぞ。もっと見ていたいけど、まあ、しょうがないですよ、あんだけ腫れちゃったら。見えていないという、ああ、ここで試合が終わりました、止めました。